皆さんこんばんは。今回の動画は長野県と石川県の星空を撮影してきましたので、どんな星空になったのか見ていきたいと思います。Soma City, Nagano Prefecture, Japan, October 10, 2023. まず、長野県は諏訪市から見た星空になります。時間は19時40分ごろ。西の空では高くに3つの星がまず目につきます。左下からアルタイル、右下がコトザのベガ、そして一番上が白鳥座のデネブになります。夏の大三角だね。周りの星たちもよく見えてる。雲がかかっているのにイルカ座もうっすら見えているんですね。画面右端には龍座の頭に当たる4つの星も見えてるね。他にも左上に見えてるちょっと明るめの星はペガスス座の頭に当たるイプシロン星のエニフです。星座の名だたる星々がここまで見えるとは驚いたね。4等級の星は余裕で見えてます。左にある3つの星はコウマ座なんだけど、よく目を凝らせば 4.7 等級まで見えてるね。続きまして真南の夜空を見ていきましょう。下の方で一番目立つ星は秋の一等星フォーマルハート。そしてその西側にある三角形っぽい星の並びはヤギ座になります。そうなると自然と中央左上には大きな範囲で水瓶座が広がっているんだけど、ここで問題。その水瓶座の中に惑星が一つ紛れ込んでいます。それはどの星でしょうか。またむずいの来た。この星かな。意外にヤギ座のこれかもよ。5 4 3 2 1 0。そこまで。正解はここ。しかも望遠鏡で覗くと輪っかが可愛い観望会人気ナンバーワンの土星でした。この頃の明るさは 0.6 等級。動画で見ると地球の自転で動いているのがわかりますね。まるで UFO が飛んでるようです。映像がゆらゆら揺れているのは大気の気流の乱れの影響によるもの。今年は輪っかがまだ見えていますが、再来年の2025年には傾きの関係で輪が真横になるため見えなくなる期間が続きます。まだ輪っかが見どころですね。しばらくそんな土星をお楽しみください。では今度は秋の季節らしく、東の空のペガスス四辺形を探してみましょうか。だいたい4つの四角を形作る星の並びがあったらそれがペガスス座です。この写真で言うとここね。それでここまで星が写っているから、もしやと思っていたらやはり写っていました。ペガスス座の隣にいる美女アンドロメダ座のお膝元にあるアンドロメダ銀河です。わかる人にはもう見えていると思います。それはどこかというと、これになります。あれ、写真じゃもうちょっと渦が綺麗に巻いてなかった。これが三脚で撮ったデジカメの限界なの。贅沢言わないように。中央の光っている周りに薄ぼんやりとしたものがあるじゃない。それが銀河を取り巻いている渦が見えてるのね。アンドロメダ銀河は地球からおよそ230万光年の距離にあって、地表から見える明るさは約4等級。天の川銀河の外に位置する肉眼で見える唯一の大銀河ですね。アンドロメダ銀河で渦巻いている恒星の数はおよそ1兆個にも及びます。わお。それじゃあ、あのぼんやりとしたものが1兆個もの星たちの光を見ていると思うと感動するね。そしてお誕生日星座でおなじみの有名な星座なんだけど、埼玉からではめったに見られない星座を見ていきましょう。さっきの薄ぼんやりとしたアンドロメダ銀河もまだ見えています。画面下の方に見えている明るい星は木星です。木星の上の方に目立ってる3つの星はハマルをはじめとするお羊座です。魚座はどこかというと、ここになります。魚座を探す時の目安はないの。やっぱり秋の季節の代表格ペガスス四辺形が目安だね。魚座は四辺形に沿うように二股に広がっています。一説にはチグリス川とユーフラテス川を表しているものという話をよく聞くよね。そして東の空の主役的存在の木星です。2023年11月3日に小を迎えて
しかも地球との距離も近いので、見かけの大きさも大きく、今が大変見頃を迎えています。よく見ると木星の2本の縞模様もうっすら見えてますね。そして木星の4つの衛星、ガリレオ衛星も光って見えました。上から、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストになります。17世紀、イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイによって発見された衛星です。ガリレオ衛星は、その動きがとっても速いので、その日のうちでも1時間もすれば、4つの衛星の位置が変わって見えます。なのでその都度、時間帯によって何が見えているのか調べてみてください。撮影の時は、偶然にも4つの衛星が見えている時を見ることができました。それではしばらく木星と、4つのガリレオ衛星をお楽しみください。それでは最後は、次の日の朝まで北の空を見ていきましょう。どこがどれだか分かりづらいと思いますか。ここにある星が不動の星、北極星です。主だった星座線を引くと、右に御舎座のカペラが光っています。左上の三角みたいのはケフェウス座の頭になります。カペラと北極星の間にはキリン座が横たわっています。北の空だから北斗七星を探したくなりますが、あいにく今は秋なのでまだ下の方で見えずにいます。それでは朝になるまで時間を進めて見てみましょう。北斗七星がようやく見えるようになってきましたね。しかし全体が見えそうになった途端に朝日を迎えます。続きまして、石川県の空になります。朝早く起きたので外に出たら、日の出前の白明の空に、三日月のような細いお月様と金星が輝いて見えていました。雲一つない澄み渡った空を二人が独占しているようで、すごく綺麗だったね。新月になる3日前なので、夜明けの空、有明の空に昇る月、有明月ですね。そしてこちらは金星のアップ写真。光ってうまく見えませんが、この日、半月のように欠けた金星だったのね。月は高度20度の高さ、金星は35度くらいまで昇っていました。日の出が近づくにつれて空に溶け込むように消えていく幻想的な朝を迎えます。この日石川県の日の出は5時57分。東の空は雲一つない快晴で朝日を迎えました。 October 13, 2023, Kawasaki, Nagano Prefecture。 それでは最後に長野県の軽井沢から夕方から翌朝までの夜空を見て終わりにしたいと思います。時刻は21時42分頃。今窓の外から何が見えているのかというと、一番目立つ明るい星はシリウスかと思いきや、惑星の木星です。ということは、ここは東を向いていることになりますね。そうそう。その上に目立つ3つばかりの星は、ハマルをはじめとするお羊座の星々です。星座線を結んでみると、こんな感じになります。魚座の線の結び目が見えていて、木星のそばには、クジラ座の頭と、画面右端に目立つ星は、クジラ座の2等星、ベータ星のリフダだったのね。以上のことを踏まえて、窓の外から見える星空を見ていきましょう。あ、プレアデス星団だ。アルデバランをはじめとする V の字の大牛座の頭も見えてきたね。次の季節を代表とする冬のダイヤモンドの登場です。3つのベルトが象徴的なオリオン座だね。ここ軽井沢で驚いたのは、オリオン座の下にあるウサギ座も肉眼で見えたこと。初めて星の並びを見ることができて、みんな驚いたよね。木の陰から現れた2つの明るい星は、大犬座のシリウスと小犬座のプロキオンですね。日の出直前に見えてきた明るい星は、金星になります。そばで光ってる星は、獅子座の1等星レグルスだね。はい、朝を迎えました。長野県と石川県の夜空はいかがだったでしょうか？
いつも見ている埼玉の夜空とは違い、かなりたくさんの星がきれいに見ることができたと思います。また遠出した時はその地域ではどんな風に見えているのか記録していきたいと思いました。それでは今回はこの辺で。 See you again in another starry sky. Bye bye.